慶応義塾大学、慶応義塾大学看護医療学部、慶応義塾大学病院、北里柴三郎慶応義塾大学看護、医療学部は、慶応義塾大学が設置する看護学部である。慶応義塾大学看護医療学部は、1918年に北里柴三郎により設立された、慶応義塾大学医学科附属看護婦養成所を、源流都市、2001年に、 品野町の慶応義塾看護短期大学を開所して、慶応義塾大学湘南藤沢キャンパスに開設された。1から2年次、4年次の一部は、総合政策学部、環境情報学部と同じ湘南藤沢キャンパス、3年次及び4年次の一部が、慶応義塾大学病院のある、品野町キャンパスにて、看護教育が行われている。湘南藤沢キャンパスにあることから、 総合政策学部、環境情報学部の科目を中心に他学部科目を履修することも可能である。卒業生全員に学士の学位が与えられ、看護師国家試験の受験資格を得ることができる。また、4年次に選択することで、保健師国家試験や女子のみではあるが、助産師国家試験の受験資格を取得することも切る。慶応義塾の見学精神にある、 休校実践をもって全社会の先導者たらんとする理念に基づき、看護医療における実践をもって先導できる能力を備えた人材を育成することを目的としている。ありがとうございます。